始まりました。えなこと吉田山の2人プレイ。はい、ということで私がコスプレイヤーのえなこです。そしてよろしくお願いします。はい、そしてゲームタレントの吉田山こと吉田咲です。よろしくお願いします。はい、ということで、この番組は私えなこと吉田山と2人でゲームをワイワイ楽しむ番組になってます。はい、はい、今回もよろしくお願いしますね。赤べこでございます。赤べこです。はい、もうね、2連敗してますんでね、はい、はい、えなこさんはもう余裕の2勝ということですから。あ、そうですね、かなり余裕がこの毎回ありますよね。今回も頑張っていただきたいと思います。頑張ります。はい、では、ゲームタイトルを2人で、発表しちゃってください。はい、せーの、クニオクザワールドクラシックスコレクション。言えたー。今回のゲームはクニオクンザワールドクラシックスコレクション。熱血紅白クニオくん、熱血高校ドッジボール部、ダウンタウン熱血物語など、過去のクニオくんシリーズをオンラインで楽しむことができる、まさにコレクションと呼ぶにふさわしいゲームです。クニオくんシリーズ、お二人はプレイされたことありますか？私はあのファミコンミニ、クラシックミニみたいなやつ、なんかちっちゃいやつ、ね、はいはい、ありますね、に入ってたので、それをやったことがあります。うん、うん、そうなんですね。多分多分、まあ分やった記憶はあると。はい、やったことあります。はい、吉田山さんは？山はですね、やっぱりここは、はい、えなこちゃんよりもマウントを取れるのが年齢の高さ、はい、なので、はい、ちょっと昭和生まれあります。あります。ファミコンでやってました。じゃあちょっと今回は吉田山にやや有利な感じになってるかもしれないんですけど、はい、まあ、2人でね、ゲームの方楽しんでいきたいと思います。はい、はい、ではやっちゃいましょう。何がいいですか？もうここはちょっと先輩の吉田山に選んでもらって。え、じゃあ、うん、ダウン公開する？やるやるやる。これあ、そうだ。おお、あれ、これこれで、そうそう、大変だった。クラッシュボタンってゲームの説明を、へぇ、ダッシュが進行、あ、すごい、2回押すだけでダッシュってファミコンでも、あ、なるほど、ボタン、ダッシュで、ジャンプが、ボタン1と2を同時、左右、え、めっちゃあるよ。あれ、あと、え、こんなにいっぱいあったんだ。13ページある。やばい、これ見てたら、まあ、これがインスピレーションで、ね、うん、うん、始めよう。フリオにしよう。どどどどどど。あ、自分どれ？あ、私どれ？ちょっと待って、あ、やばい。ちょっと早く、早く行ってもらえません？早く、早く。ジャンプ？あれ？あ、下、下2つ、ここ。あ、それだ！ちょ、大丈夫ですか？ちょっと、よしよし、元気、ちょっと元気じゃん、元気じゃん。いや、もうやばっ、食べてないから、このジャンプがおかしい。ちょ、まだ、まだですから。ちょっと、やったことあるんですよ。あります！ま、待ちができない。走りながら相手を殴ったりできるので。あ、やばい、武器持たれた。あれ、ちょっと上、上行ってもらっていいですか？やったことあるんですよね。あります。あるのに、こんなに私の体が劣化しているなんて。あ、あ、待って、ちょっとやった、あ、頑張れ。これストップしてる。あれ、私今負けたと思ったのに。あー、そういうことで、はい、ということで、えなこさんの勝利。やったー、くまー。ドベが吉田山という結果になりました。あの、やったことあるって、やったことあるってあるんですけど、あ、嘘、はい、おかしいですね。まずネックはジャンプですかね。ジャンプですね。多分最近のジ
ジャンプに慣れすぎていますね。そうですね、ボタン一つでジャンプできますもんね。そうなんですよ。あ、でも、お組み合わせが50点ですよ。なんで一応総合得点というような形で、はい、あります。優勝発表なんでしょうけども、けどもはい、あ、待って、いやでもあの熱血マイナス70点マイナス勝ちましたね。いやこれじゃないでしょ、見るとこあそこの順位でしょいやもうこれは試合に負けて勝負に勝った、いや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 、そうですね、よくわかんないんですけど、はい、勝負に勝ったんじゃないですかね。もうじゃあいいですそれでよくわかんないけどそれで喜ぶなら嬉しく、わかった。じゃあちょっと、はい、続いての他の国を組シリーズを、はい、やりましょう。はい、選んでみてください。よし、じゃあドッジボール、うん、ドッジボール、これこれもあれですもんね、純粋に1対1ですもんね。そうなんだ。わかんないけど、なんか熱血高校にしようと。やっぱアメリカ強いんじゃないですか。ああ、よし、アメリカ。国際試合、国際試合、あ、で、いい、あれでいい、始まった、はい、自分どれ、自分どれ、え、さあ上の名前で確認してくださいね。あ、これだ。さあアメリカのヒットポイントが圧倒的にありますね。めちゃめちゃある、倍以上の体力を。これどうしたら勝つの、これ全員倒したじゃないですか本当あ、じゃこれ反射だっけ、消える魔球っぽい感じこっち明らか線来てたよね反射だよ。おー、ちょっと怖い怖い、ちょっとさ同時押しいつもちょっとだから反射だから2ってこっちですよね、こっちですね。2が A でしたね、下ですよね。なんでキャッチできないんだろう。あ、あ、落ちちゃった、ダッシュしすぎて落としちゃった、ダメだって。よし、なんで取れないんだ。藤山さん、ドッジボールお願いしますジャンプで、パスして、お、またお、こっちにパス、そっかにパス、よし、あ、強い、強い、でもやっぱ必殺技だな。ういー、うわー、強い、これ戦闘の中で成長していくやつや、やば、うわっ、うぃやっ、よし、あ、ぶっ飛んでた強いけど全然いってない、なんで、ちょっと待って、12って王子があと体力1ですね。どうすれば王子、あ、違う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 、拾え拾え、ちょっと待って、え、難しい、あ、パスして、パスして、あ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 、うまい、ちょ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 っと、今ライン超え、今ライン超えですよこれ、おかしいでしょ、あまり、こんなのありません、ちょっと痛いし、え、ちょっと痛いし、コウジさんがお亡くなりコウジ、待って、6与えてるんですけど全然ダメなんですよ、だからダメだって、ライン超え線超えてくる感じこれなんかそういうあの仕様です、アメリカ流みたいな、そういうやばい、強い、痛い、だって5、強い、ヒロシあと体力1ですね、だって3だもん、やばい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 、やばい、あ、いった、待って、これで国を1人になりましたよ、ちょっと待って、これどうしたら、え、本当だ、天使が待ってる、逆転できるの、え、ちょっと必殺技で倒したいですね必殺技、ダッシュ7歩目でシュート、ちょっと無理そう、それはい、ちょっと待って、しかもなんかこれすごいシビアだった気がする、え、じゃあちょっとやってみる、ちょっとタイミングがシビアで、なんかだからもうどんどん無印にとかそういうレベルだった気がする、あ、そういうのもありますね、はい、分かんない、だって一歩が出るか分かんない、この金網堂のコーナーとか、まあ、とりあえずやろう、1、2、走ってないかも、あ、これ誰でも
7歩ですか。あとはい、ダッシュジャンプして降り始めるあたりでシュートするのがあります。なるほど、そっちは簡単かも。ちょっとタイミングは、はい、受け止めてやるよ練習、今のは練習、受け止めてやるよ、はい、終わりで、うん、すごっ。ちょっと私もやる。では 4! これでも 4! これでも 4! もう受け止めるのみ。 1,2,3,4,5,6 受け止める。あー、ちょっと待って、タイミング 12 やでかいよ。ということで、吉田山さん勝利。嬉しくないなこれわー、負けちゃった、負けちゃった、勝っちゃったけど。これ3回目にして、はい、ようやくですね、はい、勝者吉田山、やったー、おめでとうございます。ということで、はい、勝った方には何かいいものを差し上げております。こちら、なんだろう、はい、え、将棋の駒でございます。あ、前回、将棋盤だけだったのですごい揃った。はい、これで大好きな崩し将棋崩しもですね、めっちゃ RPG とかさ、冒険っぽいね。あ、どんどん自由にもらえる。そうそう、で、完成するみたいな、はい、次回さ、ほとんどセンスがね、みたいな。わー、すごい。いやー、でもやっぱりね、吉田山経験者ということもあって、はい、強かったのかな。あれは、やめてくれ、今のは、褒めるならアメリカにしてやっぱアメリカは体力あるわはい、ということで、はい、2回、3回目にして吉田山勝利ということで、はい、また次回お会いいたしましょう、はい、バイバーイ。